また新しいタブレットが到着しましたので紹介をしたいと思います。今回紹介するのはこちらです。2ウ a イのハイパッドプラスです。まあ2 w a の商品というのは初めてね、私紹介をするんですけれども、まあ私もね、初めて今回使うことになります。まあただ名前はね、以前から聞いたことがありました。まあ日本のアマゾンでもね、えー、いろんな商品を販売しています。まあ主に、えっ、ー、とやっぱり Android のタブレットとか、 あと、ノートパソコンとかね。あと、小さいあの PC ですね、えー。ミニ PC なんかを扱っているメーカーさんになります。で、今回紹介するのは、iPad Plus というものです。まあ、11インチの Android タブレットですね。で、ディスプレイがね、11インチで大きいんですけれども、解像度もね、2176×1600 ということで、まあ、結構ね、解像度も高いものになっています。CPU は、SOC ですね。MT の8183というものです。 ま、これはあれですね。えっ、ー、とフ、ファイ e Tablet、ファイ e t a b l e の10インチのものとか、あとクロームブックのね、えー、結構格安のクロームブックにも使われている SOC です。まあ、なので、性能的にはね、そんなに高いものではないと思います。 で、一応ここには、ね、記載がないんですけれども、えっ、ー、と、メモリーは 4GB ですね。で、ストレージが 128GB なので、やっぱりね、その辺のメモリーの容量とか、この SOC のね、ところから言っても、まあね、あの、まあ、ローエンドの、まあ、Android タブレットということになります。まあ、ただ、Android タブレットって、あんまりね、その中国のメーカーでは、あの、性能が高いものをね、あんまり販売していないんですよね。やっぱ、このあたりは、ああね、性能が高くなって、高くなってしまうと、結局 iPad を買えばいいじゃないとか、そういう話にもなってしまいますし、 もっとね、あの、高いものだと、やっぱり、アンドロイドタブレットだと、ギャラクシーのタブレットとか、まあ、そういった上のものと、やっぱり、競合してしまうので、まあ、やっぱり、どうしてもね、その、価格が安いところで、まあ、勝負しなきゃいけないのかな、というところで、スペック的にも低くなってるんじゃないかなと思います。それではね、今回初めて、2way さんの商品紹介していきましょう。で、今回ですね、これ箱が2つあるんですけれども、こちらがね、タブレットになりますけれども、これをタブレットには専用のキーボードがありますんで、専用のキーボードもね、まあ、一緒に紹介をしていきます。 それではとりあえずタブレット本体の方を開けていきましょう。それでは同梱品確認していきましょう。まずこの長細い箱は、こちらの箱にはですね、まあ、充電器とタイプ C のケーブルが入っています。で、こちらの充電器は 10W に対応しています。さらにね、これ日本で使えるプラグにちゃんとなってますね。次はこの小さい箱開けていきましょう。 小さい箱の方にはね、説明書と保証書と SIM ピンが入っています。ただこのタブレットは SIM カードは刺さりません。えっ、ー、と、SIM カードスロットにはね、マイクロ SD カードスロットがあるので、それをね、えっ、ー、と、開けるときに使うピンになっています。それでは本体開けていきましょう。 とりあえず本体見てみたんですけど、これめちゃくちゃね、質感がいいですね。で、なんかフルメタルボディって書いてあったんですけどやっぱりアルミニウム合金で、まあ、全体的にこう金属感が漂うね、感じになっています。で、非常に高級感がありますね。で、さらにですね、このね、タブレットは、そのスクエアデザインといいますか、本当にここがね、平らになっていて、要はこの角がちゃんとね、しっかりあるデザインになっています。 これがですね、またこの質感とすごく相性が良くて、これめちゃくちゃね、質感いいですね。本当にね、高級なね、タブレットっていう感じです。で、このね、めちゃくちゃ質感のいいタブレットが、じゃあ結局いくらかっていうことなんですけど、値段の方はね、だいたいね、日本のアマゾンでも3万円ぐらいです。で、直販のね、えー、通用の直販サイトでも3万円ぐらいですね。で、キーボードがつくと3万4千円ぐらいなので、 やっぱりね、値段的にはまあちょっとそこそこするかなと思います。で、性能の方はね、先ほど言った通り、まあ SOC がね、えー、そんなにいいものではないんですけれども、やっぱり3万円台のタブレットということなんで、性能はね、えー、まあローエンドのタブレットなんですが、まあこの質感のところも含めて、まあちょっとね、お高い、えー、リッチなタブレットになっています。はい、それではね、ぐるっと見ていきましょう。まずはね、これサイドというか、まあ長い方の辺になりますけれども、 まあ、ボリュームボタンにマイクですかね。あと、スピーカーの穴が2つあります。次はね、逆サイドですけれども、こちらにね、こう、SIM スロットみたいなものがありますけれども、ここはですね、その先ほど言ったマイクロ SD カードが入るスロットになっています。あとは、スピーカーの穴が2つ。こちらが短い方の辺ですね。まあ、上になると思うんですけれども、電源ボタンと充電用の t y p e C のポートに、えっ、ー、と、マイク穴ですかね、2つあります。そこにはね、何もないですね。 あと、本体の、この短い方のね、まあ下の方になるんでしょうかね。まあこうやって持った時下になるんですけど、ここにですね、ちょっと接点がありますね。まあここにキーボードがね、その専用のキーボードがつくんじゃないかなという感じです。で、アウトカメラがあります。これ1300万画素ですね。ここに LED ライトがあるんですけど、まあ結構ね、出っ張ってますね。あとですね、これ非常にね、薄くて本当に板みたいなんですけども、えっと、7000mAh のバッテリーを搭載しています。 正面の方ですけど、めちゃくちゃ映り込んでますけどね。まずここにインカメラがあります。んで、ちょっとここになんかセンサーっぽいもので、このね、保護フィルムに穴が開いてますね。で、最初からディスプレイの保護フィルムは貼られています。ちなみにですね、このインカメラは500万画素になってます。それでは電源入れていきましょう。電源オン。ツウェイ。 端末の方をね、無事に立ち上がりました。で、まぁ、あ、パッと見た感じね、やっぱりこのベゼルもまあまあ細くて、やっぱりこう前から見てもね、後ろもすごくその質感が良かったんですけど、前から見てもやっぱりね、あの、スタイリッシュなあタブレットではないかなと思います。で、比率がですね、やっぱり4対3ですかね。まぁ、あ、ちょっと、まあ、こちら側が今広くなってますんで、まあ、この比率のタブレットってやっぱりね、あのー、広くなるし、まあ、非常に使いやすいなという感じです。で、11インチで結構ね、まあサイズ的にはタブレットとしては大きいんですけれども、 さっき見ていただいた通り非常にね、これ薄いんですよね。厚さがあんまりないんですよね。えっ、ー、と6 9ミ、mm、リということなんで、結構薄いものになっていますし、さっき言ったそのスクエアデザインで本当にね、ペターッとこう板のような状況なので、まあ非常に全体的にはね、やっぱりその見た目はね、めちゃくちゃいいと思いますね。で、最初から入っているアプリはこんな感じですね。まあ本当にね、余計なものは一切入っていないという感じです。まあ Google 系のアプリぐらいしか入っていないですね。 ストレージの方は 128GB のモデルですけれども、最初から 14.12GB 利用しています。あと、Android バージョンは11です。それではですね、この端末はですね、まあ見た目はね、もう本当に超高級端末なんですけれども、まあスペックはまあローエンドのね、Android タブレットなんですよね。まあなので、まあライトユーザー向けのまあタブレットになるんですけれども、 まあね、そういったライトユーザーがよく使うね、えー、ブラウザーでね、とりあえず Yahoo のトップページを開いてみましょう。せーの、ドンうん。まあこんな感じですね。やっぱり表示もね、あのスマートフォンの表示とは違って、まあデスクトップに近い表示になっていますね。おお。まあディスプレイはね、綺麗ですね。やっぱり解像度が高いせいもあるのか、まあ非常にディスプレイは綺麗だと思います。じゃあニュース見てみましょう。はい。 うん。まあまあね、ブラウジングは、まあそれほど問題はなさそうですね。はい。うん。まあそうですね、ブラウジングはそんなに問題ないかなと思います。それでは次はね、私のチャンネルではよくやってるね、まあローエンドのスマートフォンでよくテストする Google マップですね。この Google マップは結構ね、性能が低いスマートフォンだと、まあカクカクしてしまいますので、えー、その辺をチェックしていきたいと思います。それではね、情報量が多い東京駅を検索します。せーのどん、ドン。 うん。ま、一応表示。あ、ちょっと表示されてないかな。ま、あこれはね、通信の状況もあると思いますけども、とりあえず表示されましたね。はい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 。あ、やちょっとやっぱ、あ、カクカクしてるな。ちょっとやっぱね、どうですか滑らかじゃないですね。カクカクカクしてますね。表示。あ、やっぱりカクカクしてますね。ちょっとやっぱりね、これカクカクしちゃうってことになると、 まあギリギリですかねまあローエンドのスマートフォンでもね、まあ、ヘリオの P60 よりはちょっとスムーズじゃないっていう感じですよねちょっとカクカクしてますねそれではちょっと YouTube を見てみましょうかはいはいここであちょっとゆっくりだなやっぱりはいはいはい変わっていきます変わっていきますでまだここのね読み込みが進んでいますねまだ読み込んでるまだ読み込んでるまだよで処理中で 今、ですね、まあ、YouTube の動画を見ましたけれども、当然、ねまあ、YouTube の動画を見る分には全然問題がありません。で画面も大きいし、まあ、ディスプレイも綺麗なので、まあ、動画の視聴というのは、ねまあ、結構いいんじゃないかなと思うんですけれども、ただちょっと気づいたことがあって、これね、音が、ね、こっち側からしか出ないんですよ。さっきこうぐるっと見回したときに、スピーカーの穴が4つ、こことこことこことねあるんですけども、こことこことねあるんですけど、 音はね、こっちからしか出てないんですよ。右側から、要は、この状態だと右側からしか出てないんですね。だから、これって、まあ、普通はこ、こっちが上ですよね。こういう風うに持った時に、こういう立てる状態で持った時に、まあ、ここが2つのスピーカーになってて、こっちの上のスピーカーって言いますかね。ここの上のスピーカーってのはおそらくダミーじゃないかなと思います。音出てないですね。 まあ、スピーカーの穴がですね、一応この長い辺に2つあるんですけど、要はこっち側からしか出てないんですね。こっち側と逆サイドにあるこっち側の穴からしか出てないです。だから4つね、えー、スピーカーの穴があるんですけど、実際出てるのはこちら側とこちら側だけですね。まあ、画面もね、大きくて、えー、非常に綺麗なので、まあ、動画視聴用にはいいタブレットかなと思いますけれども、ちょっと注意点としてはですね、これですね、ワイドバインのセキュリティレベルが3なんですね。ということは、そのアマゾンのね、アマゾンビデオとか、 えっと、ネットフリックスなんかでよくね、その HD 動画のストリーミング再生ができないと言われていますけれども、まさにその状態じゃないかなと思います。これがレベル1じゃないと、まあそういったね、HD 動画の再生ができないと言われていますけれども、まあということなんでこれレベル3なんでね、ちょっとこれはね、そういった動画配信サービスを見るにはちょっと向かないですね。まあ YouTube であれば問題ないんですけれども、ちょっとそこは注意が必要です。それではせっかくなのでね、付属の専用キーボードも見ていきましょう。 ま、専用のね、まあ、オプションのキーボード開けてみました。これ、キーボード兼カバーですね。で、これすごく特徴的なんですけど、布なんですね。ファブリックなんですね。だから私が、ま、クロ e b ブックで紹介している、えー、レノボのね、アイデアパッドデュエットも、ちょっと布みたいなね、こう、ケースになってるんですけれども、カバーになってるんですけども、まあ、あれとね、ちょっと見た感じっていうか、パッと見イメージは似ています。まあ、ただね、ちょっとそんなに質感は良くないっていうか、 なんでしょうね。あの、アイディアパッドデュエットとか、あと、デタッチャブルの CM3 っていうね、えー、それもクロ r ブックなんですけどままあ、同じ、そのファブリック調のカバーなんですが、それとはね、ちょっと違います。ちょっと柔らかい感じで、ちょっとあそこまでの質感はないかなと思いますね。まあ、ただ、こういった専用のキーボードとして、Android のね、まあ、専用のこのね、付属してるキーボードとしては、かなりかっこいい部類に入るのは間違いないと思います。で、あとですね、これマグネットになって、 てていここやっぱマグネットになっていて、まあ、本体にくっつくという感じだと思います。で、やっぱりここに、ね、接点がありますので、これがさっきタブレットの背面にあった接点と合わさって、まあ、キーボードが使えるようになるというものだと思います。それではドッキング。おすごい。マグネットでつくける、すごい強力ですね。ちょっとびっくりするぐらい強力。えっと本体とケースをつけてみました。こんな感じですね。 えっとね、基本的にはやっぱりかっこいいです。もうこのケースつけても普通にかっこいいです。やっぱりね、その、レノボのデタッチャブルとは、質感は違うけれども、まあ、これはこれでかっこいいなという感じです。でね、やっぱりね、あの、レノボのね、デタッチャブルと一緒で、ここが、こう、キックスタンドになるんですよね。で、この状態で、これをパカッと開くと、こんな感じで、えーね、パソコンのように使えるというものです。まあね、いわゆる 2-in-1 タブレット状態になるということですね。 キックスタンドでね、立てた感じはこんな感じですね。その背面のカバーが、一部がね、折れ曲がって、こんな感じで使うことができます。まぁ、あ、ちょっとさあなんとかみたいなね、え感じになるっていうことですね。キーボードをつけるとね、まぁ、あ、こんな感じなんですけれども、これね、ここにトラックパッドまでついてるんですよね。で、まぁ、あ、似たような商品で、そのファイヤータブレットの10インチのモデルね、私以前紹介してますけれども、まあ、最近新しいモデルでは専用のキーボードが、まあ、別売りで販売されるようになって、 まあ、いわば似たような感じで使えるんですけども、あれはここにトラックパッドがないんで、ちょっとそれが使いにくいですねって話をね、まあ、開封して紹介した時に話をしたんですが、これはちゃんとね、ここにトラックパッドがついていて、ちょっと映像で見えるかわかんないですけど、ちゃんとね、そのマウスカーソルが動きます。まあ、本当にね、ここにトラックパッドがつくだけで、えー、もう本当にノートパソコンにかなり近いような状況になりますね。 まあ、ですので、こういうね、アンドロイドタブレットで最近キーボードが付くものが、なんか徐々にね、その中国のメーカーのものでも、結構その専用のキーボードが付いてる、あるいは別売りのものがね、用意されてるっていうものが増えてるような気がするんですけども、結構ね、そのね、ブラウジングであれば、このトラックパッドがあれば、まあまあね、本当にノートパソコンのように使えるかなと思います。でもあくまでもそれブラウジングで見るっていうことだけであって、やっぱりですね、その、まあ私、クロームブックもよく使ってるんで、クロームブックとはね、やっぱ全然違うんですよね。 だから、クロー b ブックはなんか書類を作ったりするのにも十分使えるんですけど、やっぱりこのね、n d r o i d のタブレットっていうのは、ちょっとそういうところまではいかなくて、まあ、ブラウジングをでかい画面で、かつちょっと検索したりするときのね、文字を入れたりとか、まあ、ちょっとした SNS の投稿を、まあ、キーボードを使ってするっていうぐらいではいいんですけども、まあ、やっぱりがっつりね、書類を作ったりとかっていうにはちょっとあんま向かないかなと思います。まあ、それでもですね、この Android タブレットに、えー、キーボードをつけることによって、 まあ使いやすさがね、格段に上がるという作業もやっぱりたくさんあるんで、まあこれ使い方によりますけれども、まあね、この Android タブレットに、まあこの簡易的なキーボードっていう組み合わせは、まあ結構いいかなと思います。まあその中でもですね、このハイパッドについては、あの結構見た目もいいし、このカバーのデザインも素敵だし、で、キーボードもね、ちゃんとトラックパッドがついてるんで、 まあまあ、この組み合わせのセットっていうのはいいかなと思います。ただ価格がね、やっぱりその3万4千円ぐらいになっちゃうっていうことなんで、まあそうなるとやっぱりクローンブックも買えちゃったりとかね、やっぱりね、その iPad なんかもね、買えるような値段になってきちゃうので、まあちょっと価格的には難しいって言いますかね、まあ非常にまあ微妙なところもありますけれども、ただ製品としてはこの組み合わせ悪くないと思います。 で、まぁ、あ、全体的なデザインとか組み合わせ自体はすごくいいんですけれども、このキーボードそのものはですね、これはちょっと安っぽいかなという感じで、そんなにこうすごくね、えー、その背面とかに比べると質感は高くないかなと思います。ちょっと安っぽい感じがします。まあ、それでもね、十分ね、先ほど言ったそのガッツリ文章を打つとかね、そういったことでなければ、まあその SNS を投稿するぐらいの短い文章であれば十分出ると思います。はい、これ今ね、トラックパッド操作しています。わかりますかねちゃんとね、えー、画面の方でマウスカーソルが動いてるのがわかります。 まあこれでポッとタップすることによってこんな感じでね見れます。本当にこの辺はねノートパソコンと同じような感じで使えますね。キーピッチはこんな感じです。 キーボードの感じはこんな感じですね。なんかすごくこうね、えー、窮屈に詰め込んだっていうキーボードはないんですけれども、まあたいこんな感じですね。で、なんかちょっと丸いね、えー、そのキーのデザインなんかも可愛らしくていいんじゃないかなと思います。で、あとですね、ちゃんとね、これ Android タブレットなんでホームボタンに戻ったりね、戻るボタンだったり検索ボタンだったり、まあ当然ファンクションキーと組み合わせて使うんですけれども、まあこういったキーボードもね、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。 当然ですね、あの画面分割にも対応していますので、まあ、10インチの、ねえー、大画面を結構活かせるんじゃないかなと思います。こんな感じでブラウジングしながらね、こっちで YouTube のアプリを起動するということも全然問題なくね、できますね。 このキーボード兼ね、カバーなんですけど、すごくいいですね。えっ、ー、と、このね、えー、ちゃんとね、際がちゃんと揃っていますし、アイディアパッドデュエットってちょっとここが遊びがあって、こうグラグラしちゃうんですけど、本当にね、ピタッとついてるんですよ。だからこういうファブリック調のものなんですが、本当にね、こう、ノートパソコンのようにピタッと閉まるんで、これすごくいいですよね。それでは重量の方を測っていきましょう。うん、見えない。はい。 536g です。ちなみにキーボードの方は重さはですね、532g ですね。だから本体の方も 500g 超えてたんで、やっぱりキーボードと、まあ、本体とセットにすると、まあ、1kg 超えちゃうんですね。まあちょっとねうん、もう少し軽ければっていうところですけれども、まあ、結構ね、まあ、こちら側のキーボードもしっかりしてるし、マグネットなんかも入ってるし、やっぱりこのキックスタンドのところがね、その金属製のものになってるんで、 まあちょっと重量的にはね、いたしか方ないかなと思いますけれども、もうちょっと軽ければね、1キロ切るぐらいだったらよかったんですけどね。もちろんですね、これね、オートスリープにも対応しています。開けるとつきます。閉めると消えます。この端末はですね、アンドロイドタブレットなんで、一応アウトカメラもあります。んでね、この付属のカバーなんですけども、ちゃんと穴が開いてカメラが使えるようになっています。 今回はですね、2way のハイパッドプラスというね、まあ Android タブレットをね、紹介させていただきましたけれども、まあとりあえずまとめてね、まあいいところ悪いところを言っていきたいと思います。まあいいところは、 まあ、とにかくですね、えー、中華タブレットっていうジャンルなんですけれども、質感はね、私が今まで見てきたアンドロイドタブレットの中で一番いいですね。一番その高級感があります。で、実際ですね、結構仕上げも綺麗だし、デザイン的にもね、スクエアデザインっていうことで、本当にね、こう、一枚の板、もうバキュラみたいなね、板なんですよ。で、あの、角が取れたね、スクエアデザインで、まあ、非常にね、このデザインは好きな方が多いんではないかなと思います。で、あとね、専用のキーボード兼カバーがあるんですけれども、 まあ、こちらもですね、よくね、そのプラスチックの安いものだったり、あとお風呂の蓋みたいなね、ものだったりあるんですけどこれは本当にね、持ってても全然恥ずかしくない。本当にね、え、アイディアパッドディエットみたいな感じの、ちょっと今風なシャレたカバーになっています。まあ、ただ、この質感は、そのね、アイディアパッドディエットのファブリックみたいな、ちょっと硬いようなものではなくて、どっちかっていうとね、柔らかいフェルトみたいな感じのね、素材なんですよね。まあ、なので、あの、すごく落ち着いて、綺麗に見えるんですけれども、 もしかしたらちょっとなんかね、安っぽく感じる人もいるかもしれません。ただプラスチックのものでね、こうピカピカ変に光ったりとか、ね、使ってるうちに傷がついちゃったりするものよりは、やっぱりこのファブリック調の方が、まあいいんじゃないかなと思います。あとね、この折れ曲がるキックスタンドですね。まあこれもですね、まあ今風と言いますか、まあたいこんなものが多いんですけれども、まあこれもですね、まあ非常に使いやすいですし、まあ硬くもなく、柔らかくもなくね、まあちょうどいい硬さで、まあ非常に使いやすいと思います。 で、キーボードそのものもですね、まあね、そんなにね、こう、すごくリッチという感じではないんですけども、ただそのね、トラックパッドがついていることによって、まあ本当にですね、まあブラウジングぐらいであれば、ノートパソコンとかね、クロー b ブックでやってるのと本当に変わらない感じで使えますんで、まあそういった部分で、その Android タブレットに簡易的なキーボード兼このカバーですね、まあこういった組み合わせってすごくね、最近増えてるんですけど、結構ありかなと思いますね。 で、まぁ、あ、ちょっとクローンブックとまではいかないんですけれども、それでもね、やっぱりこのキーボードが付いていることによって、まあ、ちょっと SNS のコメントをね、返信したりとか、まあ Twitter でまあツイートしたりするね、そういった短い文章であれば、まあ、十分使えますし、やっぱりそういうね、ツイートとかあコメント返しとかね、えー、ちょっと短い文章をまあ比較的頻繁に打つという方であれば、やっぱりキーボードのあるなしには結構大きいと思いますんで、まあ、そういった用途には使えるんじゃないかなと思います。 それでは次はね、ちょっとね、悪いところですけれども、悪いところはやっぱり値段がちょっと高く感じてしまうかなと思います。もちろんね、その外装がすごく綺麗だし、まあキーボードもね、えー、かなりいいものになってますので、まあ値段が張るっていうのは致し方ないかなと思うけれども、やっぱり性能が低いんで、 ちょっと高いからという感じはしてしまうと思います。まあだから逆に性能を上げてしまえばね、だからこれローエンドなんで高いっていうイメージになっちゃうんで、この質感でもう少し性能がいいね、えー、タブレットになっていれば、まあそういったね、ちょっと割高感っていうのはね、少し薄くなったかもしれませんけれども、まあ現状やっぱスペックが低いということなんで、まあ割高感があるのは事実だと思います。 あとはですね、ちょっと OS が、ね、不安定かなと思いますね。ちょっとアプリによっては落ちちゃったりとかね、ちょっとフリーズしたりするような時がありましたので、ちょっとそこは気になりましたね。 まあ、あとはですね、スピーカーがね、まあ4つあると思いきや、実は2つしかなかったっていうところですかね。まあ、これはですね、あの別にこう4つから音が出てますよとも、メーカーは確か歌ってはいないんですよね。だからいいんですけど、まあなんとなくね、このデザインを、このね、外見からすると、当然4つからね、スピーカーが音が出るのかなと思ったんですけど、まあ実際はあの片方からずつしか出ていないということです。 あとですね、やっぱりタブレット端末なんで、まあ、動画視聴に使う方も多いと思うんですけれども、あの、ワイドバイのね、セキュリティレベルが、ま、3ということで、まあ、ちょっとここもですね、また価格が高いんでね、価格が安いタブレットだと大体対応してないんですけれども、やっぱね、3万円台のタブレットなんで、まあ、ここはね、やっぱレベル1に対応してもらいたかったなと思うんですけど、残念ながらレベル3ということで、ちょっとここもね、タブレットとしては残念ですね。 ということで、今回はね、まあ、2way の iPad Plus を紹介させていただいたんですけれども、まあ、とにかくね、やっぱり最大の売りは、この見た目がかっこいいっていうことです。まあ、これに尽きると思います。まあ、この見た目にですね、その3万円を超える金額を払ってもいいという方であれば、もうね、お勧めします。まあ、逆にもっとコストパフォーマンスがいいね、え、Android タブレットだったり、まあ、性能がいい Android タブレットっていうのは、もちろんね、もっと価格が安くても存在しますんで、やっぱりね、そういう性能重視、コスパ重視という方には逆にお勧めできないかなと思います。 います。まあそれでもですね私が今まで使ってきた Android タブレットの中ではまあ一番ねデザイン的にはかっこいいし一番質感が高かったタブレットですはい今回は以上です